明治安田生命 J1 リーグ第33節の横浜 FC 対ガンバ大戦が16日に行われ、アウェーの GE 大阪が2-0で勝利を収めた。横浜 FC の元日本代表 FW、三浦和義、和が今3回目の出場を果たしている。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、ベンチスタートとなった和は、浜 FC が2点目のゴールを奪われた直後の82分から大出場。アディショナルタイムを含めて10分はリプレイした。カズのリーグ戦出場は9月23日の18節川崎フロンターレ戦、11月8日の第28節ヴィッセ神戸戦に続いて今季3回目。これで J1 および J リー全体の最年長出場記録を53歳9ヶ月21日に更新することになった。横浜 FC の今季の試合は残り1試合19に行われる。横浜 F マリノスとのダービーマッチ。カズがこの試合でもピッチに立つ機会が出たとすれば、リーグ最年長ゴール記録をさらする今季最後のチャンスとなる。両。